矢原らみくりやは、品の国安住郡にあった伊勢神宮のみくりや、荘園。旧南安住郡北部から北安住郡南部の高瀬川右岸一帯にあたる。平安時代の和名類受賞に見える安住郡、八元教が松園化して成立した。藤原隆信の先祖が開発領主として代々奏伝し、現地召喚は大友支流細貝氏であった。元永元年に、 藤原氏から伊勢神宮下空に寄進され、翌年には、品野国寺が未クリアとして承認し、大治2年に至って、在庁管理の立ち会いのもと、至り坊止が確定し、診療となった。しかし、荘園が乱立すると、荘園制レーに基づき、長少年間に国史が未クリアを停止させ、野原号となり、平賀博士の所領となった。その後、平藩期、 方言2年3月29日上には、方言の乱で、平家木官僚として没収され、後白河院料となったことが見え、官物は国庫へ、地理は院に納めるように定められた。鎌倉時代には、東鏡文治2年3月12日上に、後白河法王から源の頼朝に示された、関東御治行国々内の組最小注文にも、後白川院料として、長見え、後に、 連領飲料となった。両家職は、某門家の藤原信隆が任命され、後に、某門清忠へと、伝領されていった。研究4年の、上大取賞には、矢原三栗屋として見え、約1700の高知を備えている。憲法2年には、在地領主の頼金は再び、伊勢神宮に寄進し、両家の某門家との間で長期にわたる訴訟に、発展した。火力元年、 朝廷は、後醍醐天皇の臨時に清忠の陳情、愚正を添えて、伊勢神宮の採取に下している。南北朝時代に入り、延元四年、新領求人引き付けでは、再び伊勢神宮の御リアとなっているが、室町時代中期の干渉六年には、伊勢神宮が撤退し、やばらそうとなっている。戦国時代には、細か氏を悲観化した安住軍の国に二なしが、 実験を掌握し、その治行地となった。ホタカ神社の造営役の他に、長教2年、天正6年には、諏訪大社下社東宮の造営に禁止している。三栗や、昭園の鎮述は、伊勢神明社であった。長野県市通市編、第1巻、P781。長野県市通市編、第1巻、P807。南安住郡市、P350。 長野県市通市編第1巻 P813 南安住軍市 P355 長野県市通市編第2巻 P304 南安住軍市 P360 ありがとうございます。